開会式を執り行います。この大会は四つ葉乳業株式会社、アサヒビール株式会社、ゼビオ株式会社、日本航空株式会社、アサヒ飲料株式会社、ハウス食品株式会社、カルビー株式会社、アサヒカートヨペット株式会社、ほか141社よりご協賛をいただいております。本大会、大会長であります。理栄町長、角和博之より皆様にご挨拶を申し上げます。皆様おはようございます。岡野町美瑛ヘルシーマラソン大会に開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。まずは本日多くの選手の皆様のご参加を賜りまして、この大会盛況に開催できましたこと、心から御礼を申し上げます。ありがとうございます。また大変お忙しい中、富良野市の北市長様はじめ多くの近隣自治体、また団体からのご来賓の皆様にご来場いただきました、歓迎を申し上げますとともに御礼申し上げます。ありがとうございます。大会は道北陸上競技協会様、札幌テレビ放送様のご協力をいただき開催をさせていただいております。運営にあたりましては、上富良野駐屯地陸上自衛隊第14施設群の皆様のご協力をいただいて安全に運行させていただいております。その他美瑛町の各種団体、あるいは多くの企業の方から協賛をいただいております。美瑛高校の生徒さんにはボランティアで参加をいただいております。本当に多くの皆様のおかげでこの大会が成功に終わりを迎えることができますよう、お祈りを申し上げますとともに御礼を申し上げます。今大会全国36都道府県から約5600人のご参加をいただいております。北海道を代表する一つのマラソン大会として定着してきているのかなと、皆様に御礼を申し上げるところでございます。昨晩も皆様と共にレセプション交換会を開かせていただきました。多くの選手の皆様から10回目の参加だよとか15回目の参加だよとかおっしゃっていただきました。ありがたいことですし、ランナーの皆様のお支えをあって、そして育てていただいて、この大会大きくここまで来たなと感謝を申し上げます。今回の大会では十勝岳の雄大な眺めを見れるハーフコース、丘の美しい景観を走るクォーターコース、そして美瑛川や市街地を走るワンウェイツ、3つのコースをご用意させていただきました。少し天気が心配でしたけれども、今日は抜けるほどの青空となりました。マラソン日和でございます。皆様どうぞ怪我なく完走されますようご祈念を申し上げます。本大会が皆様の
ランニング人生、マラソン人生にとりまして記憶に残る、またすごいいつまでも思い出していただけるような、そんな記念になる大会になりますようご記念を申し上げまして、簡単ではございますがご挨拶に返させていただきます。本日は皆様頑張ってください。ありがとうございます。続きまして主催者札幌テレビ放送株式会社本大会の開催にあたりまして、たくさんの方々より激励のメッセージをいただいております。この場でご披露させていただきます。岡田町美瑛ヘルシーマラソン2019それでは皆さんにはすっかりおなじみになりました特別ゲスト、岡田町美瑛ヘルシーマラソンの顔、元ロサンゼルスオリンピック代表で現在はスポーツジャーナリストとして執筆活動、マラソン中継の解説、講演、多方面で活躍中でいらっしゃいます増田明美さんからランニングアドバイスをいただきたいと思います。増田さん、どうぞよろしくお願いいたします。どうも皆さん、おはようございます。おはようございます。調子いいですか？はい、調子いいです、ね、なんかあの令和になって新しい感じがしますよね。あの各は町長の挨拶も初々しいですね。本当に、ね、私も美瑛が大好きで、なんか景色も美しいんですけども、美瑛の人のなんか心も美しくてね、今回も美瑛中学校の皆さんのこの演奏に始まるヘルシーマラソンですけども、大好き大好きって言ってたら26回目ですって招かれちゃって、四半世紀以上、今回32回ですけど、それだけ招いていただいて本当にありがとうございます。6年経ってますけども、なんか精神年齢は変わんないかなって思ってます。新しい一歩、新しい道っていうことですので、どうぞ皆さんもね、今日はなんかいつからでもほら人って変われるから、なんかね、第一歩っていう感じで前に進んでいくといいですよね。ように、増田君の夫っていうゼッケンをつけながら走って、でゆうちゃんって言うんですけども、何が新しい一歩って聞いたら、ダイエットの第一歩って言ってました。痩せるためのね。だから、まあ、そんな感じで皆さんもどうぞ自分の一歩を気持ちよく走ってください。ランニングアドバイスなんですけども、そうですね、今日はそういう始まりでもあるので、胸張って走りましょうかね、胸張って走ると気持ちもなんか凛としますからね。胸張って走ることを意識するのは、このおへそをこの天、太陽、この天、天からこう引っ張られてる、斜め前からこうおへそを引っ張られてるような感じ意識すると胸を張って走れます、ね、それ心がけてください。それから22度ぐらいまで気温が上がるって言われてますので、まあ、ワンエイツとかハーフはそんなに、でも ハーフはクォーターは意識した方がいいかな。途中から水分ね、喉が渇いたなって思ったらもう体は枯渇状態って言われますので、喉が渇く前に少し潤すような感じで水分を補給してください。ハーフの方はね、余計にそうなんですよね。さあ、じゃあ皆さん、胸張って今日は元気に、ね、柔道のも僕も私たちもサッカーの僕たちも私たちもいますのけども、みんな胸張って気持ちよく第一歩を踏み出しましょう。じゃあ楽しい一日をよろしくお願いします。ありがとうございました。どうも。
ですよね、山門先輩。志村さん、どうですか、今日の意気込みをちょっと聞かせていただけたら。今日はですね、はい、成果がないのが寂しいです、ね、なるほどなるほど、貪欲志村さんはやっぱりあの先を見据えて、函館マラソンは言わないけど、道マラと聖火ランナーは言うけど、はい、山本先輩、今日あの勉強させてください。よろしくお願いします。楽しみにしてますんで、はい、お願いします。あの聖火リレーに向けて頑張ります。頑張りましょう。はい、お願いいたします。ランナーの皆さん、頑張ってください。ちょちょ行ってきます。さすが、はい、全然僕もバリバリまだまだ行きますんで、OKOK、大丈夫です。よっしゃー、おいしょ。さあ今動画です。ちょっと斜め前走ってます。まだまだ行きましょう。はい、頑張ります。山形先輩、めっちゃ勉強になってます。ありがとうございます。志村さん、楽しみながら行きましょう。 OK です。おいっす。ははっ、イジニーさん、お疲れです。ありがとうございました。なんかさ、ほら、随分とスタートバンドだったら痩せたいじゃない。ちょっとシュッとされてるかもしれない。多分1キロは痩せたと思います。ね、なんか令和のダイエットでね、ダイエットから始めるんですから。そうね、令和の第一歩はダイエット、第一歩はダイエット。うまい。そうだよ、私だからね、カズくんとのボッチェマンみたいに、はい、ダイエットの第一歩で言うじゃんって言うんですよ。新しい時代にお小遣いあげてくださいって言いました。何言ってんの、お小遣いはあげないから。でもこれこそ、まだダイエットを続けます。そうですね、これをスタートに新しい時代に頑張ってダイエットしたいと思います。ダイエットというよりも、なんですかね、フィットですね、絞りたいと思います。どうだった、愛してる。いや、もう皆さん笑顔で、動かすだけでも綺麗に見えて、指の関節がなんか、わって見えるんですよ。なんとなく。あとで塩足してくれる。あとでちょっと角が、塩で角が、なんとなく。いやー、菜の花畑もあって、なんかもう、みんなもニコニコして顔してますよ。いやー、やっぱり日差しが強くて、ちょっと暑かったけど、三重高校のみんなの、給水の笑顔でちょっとね、また元気になって。みんなが爽やかな、もう少し匂いがしたわないから。心臓破りの差が来ました。よっしゃー。こっから。すみません、このまま祭りです。お疲れ様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 。ありがとう。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。志村さん来た。志村さん。ありがとう。待ってた、待ってた。志村さん、よかったよ。気をつけてね。志村さん。どう、今日調子は。トモさん、すごい調子。トモさん、足の中になってない。偉い、頑張れ。トモくん、素晴らしいです。トモくん、頑張ります。いいコンビ、頑張ってね。ありがとうございます。行ってきます。すごいよ、二人はなんかさ、後ろからね、30代。
30代に見える。頑張ってね。皆さん頑張ります。ありがとう。曲がったら上り坂見えまーす。増田さんの声聞こえてますね。右が菜の花畑です。余裕ありますか、見る。黄色く広がってますよ。黄色と緑。になってる感じ。で、あそこまで行くのに多分700メートルくらい。バッチリ走ってますね。ああ、カメラに。大丈夫ですか？ごめんなさい。大丈夫です大丈夫です。今心臓やがりますからバッチリ走りますんで。はい。明美姉さん待っててね。明美姉さん前にいます。頑張ろう。よっしゃ。上がったら下り。ここから。ここからだ。また。お疲れ様です。ありがとうございます。になります。一旦ここから200メートル先ぐらい行ってください。もうちょっともうちょっと。よっしゃ、島さん。はい、頑張ってください。やめとー。はい、OK です。さあ、もうあと30メートルで、今度は左下がします。はい。